それでは線形代数に第9項座標と表現行列の解説を始めます。まず座標についての概説としておきましょう。以前同型写像というものを考えました。PNK というのは NG 以下の KK K 数の多項式全体のなスベクトル空間ですが、これと N プラス1次元数ベクトル空間 KN プラス1はこのような対応によって同型になるということを学びました。 この例では、a0 プラス hx プラス ...anx の n 乗というものに対して、係数 a0、h an を縦に並べて得られる数ベクトル、この場合 c と書いていますけれども、これを対応させるということによって、同型写像を作りました。これは、1x、x 字乗、x の n 乗という規定に対して、 KN プラス1の標準規定ですね。基本ベクトル E1 から EN プラス1をそれぞれ対応させることによって作られるシャドウですね。で、規定の生成条件ということから必ずこの係数が存在し、一位独立性から係数が一時的であるので、このような同型シャドウができたわけです。で、この係数ですね。係数ベクトルというべきもの。このベクトル、数ベクトルを座標として捉えようというのが座標の考え方です。 で規定、ベクトルの形と数ベクトルの形式的な記述表記法を時々用いていますけども、まあこれを用いるとですね、px がこの規定 1xx 乗 xn 乗と c との積であるというときにそれに対してこの c を取り出して、まあ、要するにこの規定の部分を省いてですね、この数ベクトルの c のところだけを考えるというのと同じことになります。それでは座標の定義をちゃんとしておきましょう。v をベクトル空間とし、b を r1 組の規定としておきます。 規定としては別に特に何でも構わないんですけれども、何か規定を取ることにします。で、この規定に対して座標写像と、ここでは呼ぶ,呼ぶことにしますが、V を、ベクトル空間 V の源、small v を、このように一時結合で書くという書き方は、B が規定であることから一時的でした。この係数 C1 から Cm を縦に並べてられる数ベクトルを対応させると。これが座標写像ということになります。Rm と書いてますけどもちろん Km。 と一応しておきます。はい。で、この 5B を規定 B を標準規定に移す、5B っていうのは、まあ標え、規定 B を標準規定に移す線形写像ということでえ、規定を規定にそのまま移すということですから、これは同型になるということを学びました。ですから、この座標写像は同型写像なわけですね。で、この 5B を規定 B に関する座標写像といって、5BV を B に関する、ルが抜けてますね。関する V の座標というふうに呼ぶことにします。 座標写像という言い方はちょっと教科書ではあまり見ないので、ここだけの言い方にしておきますけども、まあ、特に他と混乱することはないと思うので、座標写像という言葉を使うことにします。はい。例として px を2たす 3x-4x 以上にして、規定として、一つは 1xx 乗上という規定、もう一つはこれを入れ替えた、順序を入れ替えて x 以上 x1 としておきます。 そうすると、当然この規定 B1 に関する座標は23-4になりますけれども、規定 B2 に関する座標は -432 となります。当然異なるわけですね。はい。言いたいことは、規定を K、順序組として考える理由がここにあってですね。まあ、順序が変わると、当然この座標が変わってくるということになります。はい。えっと、1丁目2番、二番地といいますか、 えっと、まあ、座標が3の5ですと言われてもですね、あの、東に3行って北に5行くのか、北に3行って東に5行くのかによってですね、場所が変わってしまいますよね。はい。ですから座標を指定するというためにはですね、ちゃんと北緯なのか統計なのか、北緯を先に、統計を後で言うとかですね、そういうことをきちっと決めておかないと、あの意味が通じないわけですね。はい。ということで、座標の順序、規定は順序が大事だということです。 で、例の形式的行ベクトルで書くと、先ほどもやりましたように、v イコール b かける phi b v と、まあ、このような式で表すことができます。まあ、これが座標写像、あるいは座標の定義ということができるんですね。はい。で、えっと、v イコール kn スベクトル空間の場合には、形式的行ベクトルは規定を並べた行列で、これを、まあ、あの、今後、規定行列という言い方をしていきたいと思いますけども、これもまあ、あんまり表現がないんですけども、まあ、教科書にたまにこの規定行列という言い方をしている、 と思われるものがあります。で、えっと、規定行列という言い方をここでも採用しますけれども、要するに、数ベクトルの場合にはですね、えー、規定を並べて作った K というのを、まあ、それを並べた行列とですね、時々記号的にも、まあ、混用して、混ぜて使って、同じように使って、えー、表すということがあります。はい。ですから、まあ、えっと、行列、生息行列 P を持ってきてですね、これで規定 P という言い方はちょっとまずいんですけども、あんまり、あの、よ,よくないと思うんですけども、 えっと、規定行列 P という言い方をすれば、P は正則で P の列ベクトルを規定と考えているんだなというふうに考えることにします。はい。で、この B の 5BV っていうのは B とこの座標をかけたものがなんか別のベクトルを表すと,ことで。まあ、これ規定行列とベクトルの積と。行列とベクトルの積にという意味になります。はい。それでは、えー、例題1に行ってみましょう。 問題は多項式 PX イコールこれこれの次の各規定に関する座標を求めようというものですね。はい。1番、2番は簡単だと思いますけども、3番、4番はちょっと計算がいるかもしれませんので、ちょっと考えてみてください。はい。それではやっていきましょう。1番ですけども、これはもちろん3-24で、2番は -243 になりますね。 これはの、X、X 以上1ですから、X の係数がマイナス2、X 以上の係数が4、定数項が3ということで、こういうふうになりますね。で3番ですけれども、3番はですね、えっと、このように、あの1、1た X、1た X 以上の一時結合で表すことができます。まあ、これ、X 以上の係数は、ここ4そのまま出てきますね、これ4で、X の係数はマイナス2ですので、マイナス2で、あと定数項でつじつま合わせをすると、これ1になるわけですね。えー、4-2で、2, で2、 で、あと1足せば、ちょ、3になるということで、こういうふうになります。はい。ということで、えー、座標は1-2-4ということになります。はい。4番ですね。4番も同じように、3番と同じようにやっていいんですけども、ここではちょっと違う方法、多項式ならではの方法を使いたいと思います。えっと、px をこのように置いて abc を決めたいわけですけども、まあ、これ x イコール1を代入するとですね、当然 a が出てくるわけですね。で、b はあ、この微分してですね、微分してこれ消して、 ここも1になって、ここは2倍の CX 行1になりますけども、はい。ここで X イコール1代にするとここが消えて B だけ残るので、B は P ダッシュ1なんですね。はい。つまりテーラー展開ですね。テーラー展開です。まあ、あの多項式ですからテーラー展開といっても有限個で、あの、同じ実数で終わりますけども、まあ、まさしくこれはテーラー展開の係数を求めようと言ってるのと同じですから、はい。まあ、このようにして、2回微分して2で割ったものが C であるというふうな感じで計算することができます。 はい。ということで、座標は564と。うちの3番と、三番のようなやり方で、あの、直接展開してやってもらっても構いませんけども、まあ、これはせっかくこういう綺麗な形になっているので、まあ、多項式の特徴を使ってやってみました。はい。はい。それでは次の例題に行きましょう。問題は、多項式 PX イコール A たす BX プラス CX 以上の次の規定に関する座標を求めなさいということで、はい。えっと、まあ、これは普通にですね、まずやってみてください。 はい。それではちょっと考えてみてください。はい。それではやっていきましょう。えっと、まず px をですね、このように一時結合の形で、係数 stu をですね、あの変数を置いて書くことにします。で、これを展開して定数項と、それから、 1>, えー、1次の項と2次の項とそれぞれ分けて、それ,それぞれが ABC となるというふうにして、ST の連立1次方程式と考えて解けばいいようですね。はい。で、ですから1次方程式ですから、まあ、係数行列を、まあ、P としてですね、このような方程式の形に書いて、拡大係数行列を基本変形していくと、はい。まあ、このような形で、まあ、左側が、係数行列が単位行列になった時に答えが出てくると。こういうことですね。はい。 ま、これちゃんとあの、生息だと、これが生息だということは、すなわち、これが、えっと、この、この3つのベクトルが、まあ、一時独立だと規定になっているということを確かめていることにもなるわけですけども、これがもしランクが、あの、えっと、飛躍回単行率にしたときに、ここは1、1、んか2、3とかこういうふうになっちゃったらですね、これはあの、規定じゃなかったということになるので、えー、まあ、回が一般にはないということになってしまいますね。はい。まあ、今の場合ちゃんと解があってですね、 このようになりますと。はい。で、まあもちろんこれは、これはですね、あの、こういうふうに、1、2、マイナス2、マイナス1、マイナス3、4の0、1、マイナス1の abc と書けるわけで、まあこれはもちろんこの p の逆行列ということになっているんですね。はい。で、一応計算するとですね、まあこれ代入してもう一回展開し直すと、まあこれ要するに逆行列とこの行列の計算をもう一回やってるのと本質的に同じですけれども、 で、定数項、X の係数、X の係数が合っているということがこれで確かめられたので、はい、答えはこれと、いうことになります。これが座標であるということになります。はい、それでは次、例題3ですね。えー、問題なんですけど、問題は先ほどと実は同じ問題です。はい、先ほどの問題でこれ同じ問題ですね。で、この同じ問題なんですが、今度は形式的な行ベクトルを使ってちょっと考えてみてください、ということですね。 はい。先ほどまあ地道に、あの、演習書にあるような感じで、一般的な解法でやりましたけれども、今回はちょっと、この、形式的な行ベクトルを使ってやってみましょうということですね。はい。じゃあ、ちょっと、あの、やってみてください。はい。それでは、やっていきましょう。えっと、規定としてですね、規定、まあ、規定の行ベクトル 1xx 字を考えて、えやります。 そうすると、えっと、この B ですね。この B っていうのは、えっと、行列をこういうふうに置くと、つまりこう、1、1、1ですから、こいつの座標、こいつの座標、こいつの座標とこういうふうに置いてやるとですね、そうすると、えー、形式的なこの行ベクトル B0、B っていうのを考えたときに、B イコール、この B イコールですね、こっちの B イコール、B0、P とかけるわけですね。えっと、1個目 B の1つ目は、これかけるこれでやると。1たす X たす X 上でやる 二つ目の XSX 上は 1XX 上 X と011の積であると。0倍の1たす1倍の X たす1倍の X 上であると。いいですね。三つ目も同じですね。この三つ目は、えっと、これの三列目とこれと。いうことで、こういうふうに書くことができます。ということでした。はい。ということで、PX の B に関する座標を求めるものを C。B0 に関する座標を C0 とするとですね、まず C0 の方は簡単で一瞬で分かるんですね。ABC と。 いうことですね。はい。ですから、えっと、これをですね、あの、まとめると、PX は B0 の方ではこの C0 を使って B0C0 とかけてると。一方、今求めたいのは B に対してこの C を求めたいということなんですけども、この B のところにこの B0P という等式を代入します。ね、そうすると、これは、あの、すべて行、まあ、形式的な文字としての行列の積の計算ですから、結合法則が成り立つということなので、 はい。こういうふうに考えることはできますと。ですねまあ、単純に、あの、えっと、ベクトルかけるスカラーは、まあ、一応スカラーかけるベクトルというふうに読み替えるという、まあ、そういうルールはありますけども、あの、記号的に、あの、考えると全く行列の正義の計算ですので、結合法則から成り立って、こういうふうに書くことはできますと。で、この両辺をこう比較するわけですね。両辺を比較するとどうなっているかというと、 はい。これ B0 の一時独立性。B0 っていうのはこう,、まあ、こうですけども、一時独立性がありますから、この B0 っていうのは行列じゃないんで、逆行列とか使えないんですけども、この PC と、要するに、形式的な行ベクトルと数ベクトル、これ一時結合という、要するにシグマで書いてしまう一時結合という話ですから、これはあの、一時結合の表記の一時性っていうのを使うということと同じなんですけれども、この C0 と PC が等しいということになるわけですね。はい。ということなので、こういうふうになります。 ということから、結局ですね、C は PC イコール C0 の解なので、はい。あとは全問と同じ。ということになります。はい。えっと、まあ、あの、係数を展開してやるという方法は、まあ、高校生でも、ま、できる方法なんですけれども、それをもう一段ちょっと踏み込んで、あの、線形代数的な、こう、視点をしっかりと、まあ、整理して頭で考えるという意味では、こちらの方が、まあ、思考の整理にはなると思うんですけれども、 まあ、形式的に使うのではなくて、ちゃんとここで何をやってるかということを理解しながらやるとですね、割とこうすっきりと見通しよく、えっと、あまりね、公式とかを使ってやってしまうとですね、えっと、これ P だけ、P インバースだけ、みたいな話になってしまいますので、そうならないようにするためにも、まあ、こういうふうにきちっと考えると。今ここで何を使ってどういう原理でやってるかということをちゃんと押さえて考えていきましょう。はい。ということで、まあ、形式的な行ベクトルの方法は、まあ、数ベクトル空間の、 場合のほか一般に統一的に取り扱えるので、まあ、丸をえせずに理解してくださいね、ということですね。はい。これも何べも言ってることですけれども、まあ、あの、形式的にはやら,やらないようにし形式的には行ベクトルですけども、あの、公式的にやらないようにしてください。はい。それでは例題4ですね。えー、問題は、R2 のベクトル23の次の規定に関する座標を求めようと。まあ、R2 でも K2 でもいいですけども、まあ、座標を求めなさい、ということですね。はい。えっと、まあ、 多項式の方がですね、なんかこう、多項式に対して数ベクトルっていう感じだったんですが、もちろん数ベクトル自体をまたあの別の規定に関して、えー、その数ベクトルの座標、数ベクトルを考えるということはできるわけですね。はい。まあ、こっちの方が、あの、ややこしいかもしれないので、こう、ちょっと後に回してるわけですけども、はい。ちょっとこの問題をちょっと考えてみてください。 はい。それではやっていきましょう。1番ですけれども、これはもちろん、23っていうのは標準規定に関する座標は23それ自身なんですね。はい。ということを一応まあ確認しようということですね。はい。ということで、えっ、ー、と、23は2倍の10プラス3倍の01であるので座標は23それ自身であるとで。それに対して2番は0110と標準規定の順序を入れ替えたわけですね。入れ替えると当然座標も入れ替わりますと。ね。 えー、ほ、北緯30度、統計、えっ、ー、と、統計120度っていうのを、北緯120度っていうのはないんですけども、統計30度と言ってるようなものですね、はい。入れ替わりますと。で、3番はですね、これはまあちょっと一応解かなあかんので、えー、こういうふうに書きますと。23が B34 たす923ということで、これはこういうふうに書きますと。まあこれまあだから言ってみれば、形式的行ベクトルの、まあゆえんですね、考える、まあ元のなってるネタですけども、こういうふうに、 えっと、3、4と2、3をこう縦に並べていられる行列。規定行列ですね。規定行列と PQ とのこれが本来のベクトルになっているということですから、これは普通にですね、PQ は逆行列を使ってこういうふうに書けますと。はい。まあ、基本変形でもちろんやってもいいんですよ。これでね、あの方程式と見て基本変形でやってもいいんですが、まあ、あの2次の場合は逆行列の公式を使った方がま、ちょっと早いかもしれないので、まあ、この行列式が1になってますからね。 逆行列が整数になるようにちょっと作ってありますので、このまま計算してやると01になりますと。はい。でここでふと気づいてくださいね。01。01。座標は01ということは実はですね、これね。はい。23。こう同じまでできてるんですね。はい。まあ当たり前の話ですけど、もし冷静な人はですね、これ、あの、この計算踏まずに、もいきなりこれ、即答できてるわけですね。はい。というのは要するに、これに関する座標は23は、 さ、さ、23の3423に関する座標は当然0、1ですよね。はい。一時的ですから、0倍の34と1倍の23がこうなるということが分かったらですね、解は答えは0、1以外ないので、はい。ということで、これで分かるんですけども、はい。ということで、ちょっとまあ、あの、一応形式的にはこう,う計算の説明にはなりますけども、えー、ちょっとこう、あの、引っ掛けではないですよね。はい。あの、あっと思っていただければと思います。 はい。それでは、しつこく例題もう一つ行きましょう。えっと、数ベクトル A イコール345の次の各規定に関する座標を求めようということで、345。今度は3次元ですね。さっきとまあ同じような感じなので、えー、やってみてください。 はい。え、それでは行きましょう。1番はもちろん345で、2番は534ということですね。で、3番は、こういうふうに置くとですね、えー、まあ、簡単に計算することができて、えっと、これは U が5ってすぐ分かりますから、そこから、まあ、芋づる式にやっていけばできるんですけれども、まあ、とにかくこういうふうにして、えー、マイナス645と。まあ、これあの、えっと、基本行列2個の積ですから、まあ、それのインバースでこういうふうに、インバースかけますから一瞬で、まあ、かけるということですね。 4番の方も同様にするとこういう風になるんですけども、はい。えっと、よろしいでしょうか。はい。まあこういう感じで解くことができます。で、実はこれですね。あの、この1 0 0 1 1 0ス2 1ってやつは1 x、1と x-1 と x-1 の2乗の 1xx x 乗に関する座標ベクトルなんですね。この3つはね。で、 この34号と3たす 4x たす 5x 二乗を、この1と x-1 と x-1 の2乗の一時結合で書くと A。a1 たす b x、x-1 のたす c x、x-1 の2乗と。っていう書くと考えると、この時にやることとこれ一緒なんですよ、本質的に。これの座標34号を、この1 x、x-1、x-1 の二乗を100、100-110、1-21の一時結合で書くと。 いうことは、ま、一緒なんですね。だから同じことやってる。だからこれあの、この場合はテーラー展開の式を使って x、x イコール1を代入して12、えー、微分して1を代入して14と。これ4たす 10x ですから、1代入して14ですね。で、えっと、2、えー、2回微分して2で割ったもの c、2c,c ですね。2回微分して2で割ると5ですね。ということで、まあ、まあ、これ、あの、x 自上の係数ですから c は5ですぐわかりますけども、まあ、こういう感じで、 出すことができるんですけども、数ベクトルだとそんなことは思いつかないわけですけども、まあこれはだから多項式と数ベクトルの違いですね。こういうまあ数ベクトルの場合はあくまでもまあ、こう、決して的にその行列とベクトルの積という観点でやるしかないんですけども、まあ多項式を使うとまあそういうふうな視点で計算することもできると。こういうことですね。はいえ。それでは規定の変換行列について解説します。 ベクトル空間 V に対して、その V の規定 B と C という二組の規定があったとしましょう。この時に B の各ベクトルを並べて得られる形式的な行ベクトル。まあ、こう、RB と C の方の RC ですね。を考えます。でこの時、ある M 字の正方行列 P が存在してですね、RC イコール RBP とこのように書くことができます。これはどうしてかというと、例えば W1 というのは B が規定ですから、この V1 から Vm に対して何かある P1 という数ベクトルがあって、MG 数ベクトルがあって、W1 はこう書けるわけですね。で、この W1 から Wm を並べたものは従って、この V1 から Vm を並べたものの、W1 は P1 との積、W2 は P2 との積というふうになって、Wm は Pm との積と。まあ、こういうふうに書くことはできるわけですね。 ということで、この行列を P と置けばですね、このような形になる。で、この行列 P のことを、規定 B から規定 C への変換行列というふうに言います。で、この行列 P はですね、生息行列になるということがわかります。これは例題でやりますので、今ここでは、まあ、それはわかっているとして進めます。例として、例えばですね、P1K の規定 B1X と C1 たす X2-X というのを考えると、 この c は、要するにこの1たす x が 1x に関しての座標が11で、2-x の座標が2-1なので、まあこういう行列になるわけですね。r2 の規定、b イコール標準規定と c イコール、まあこういう規定だとすると、まあ p は当然この c そのものになるわけですね。c の数ベクトルを並べた、レズベクトルを並べた行列になります。まあこういう規定行列がそのものが、そのまま出てくるということですね。 で、同じようにですね、R2 の規定 B をこう E12 としてですね、まあ一般にこう ABC ですると、要するにこうなると。まあこれはまあまとめですね。<laughs> 具体例をもうちょっとまとめて、文字でやっただけのことですね。はい。で、もうちょっとこれ B の方が一般の規定、C も一般の規定のときにですね、この C1C には B1B2 の P と、こういうふうに書けるものなので、結局変換行列 P は、この、これをまあ行列だと思うと B インバース C というふうに書くことができると。だからまあ、 えっと、こういう一般の数ベクトル、まあ多項式とか抽象的なベクトル空間の場合は、えっと、B インバース C という書き方はできませんけれども、まあ気持ちはですね、数ベクトル空間の場合に言うと、B インバース C みたいなものを P と書きたいと。こういうことですね。はい。で、まあ、二つ、例えば B から C と B から D という規定の変換行列があったとすると、この C から D への変換行列はどうなるかっていうと、はい。まあ、C イコール BP がありますから、これから B イコール CP インバースなんですよね。ですから、えっと、この D イコール BQ の B にこれを代入してやると、えっと、D イコール CP インバース Q になりますね。ということなので、はい。変換行列は、ここからここの変換行列は P インバース Q と。まあ、P で、こう、P インバースでこう戻して、また Q でっていう感じになるわけですね。はい。ということで、えー、規定の変換行列の定義でした。 はい。それでは例題行ってみましょう。まず問題としては、PHK の規定 B1X から C2 たす 3X5 たす 7X への変換行列 P と、逆に C から B への変換行列 Q を求め PQ を計算しなさいと。こういう問題ですね。はい。それではちょっと考えてみてください。はい。それではやっていきましょう。 まず B から C の方は簡単ですね。これは先ほどやりましたように、このように2、2、3、5、7っていう2つの列ベクトル並べたものになります。で、一方 C から B への変換行列はすぐにはちょっとわからないので、仮にまこう A、B、C、D と置いたとしましょう。そうするとですね、これどういうことかというと、この1が2たす 3X と5たす 7X という規定に関する座標が AC になるっていうことですから、1イコール AY の2たす 3X。 たす c 倍の5たす 7x になると。同じように x は b 倍の2たす 3x と dy の5たす 7x になると。こういうことになります。で、これをですね、あの、それぞれ、定数項と x の一乗の係数を比べてやると、こういう式が出てきますので、これを解いてやると、こういうふうになります。Q イコール、マイナス75 3、3マイナス2と。はい。で、まあ一応これで、あの、規定の変換行列が求まったんですけども、この q と p とですね、 計算かけてみなさいと。積を取りなさいと。こういう問題ですね。はい。で、PQ を計算するとですね、これ、えっと、単位行列になることは容易にわかると。こういうふうに書いてありますね。はい。えー、まあ実際これ計算してみるとですね、えっと、2×-14×1 で,で、えー、0になりますよね。で、えっと、これとこれで0になって、これとこれで1になる。というふうにして、まあ容易にですね、単位行列であることはわかります。ということ。つまり Q はですね、P の逆行列になっているということはわかるんですね。はい。 まあこのようにですね、2組の規定 BC があるときに、B から C への変換行列 P と C から B への変換行列 Q について、C イコール BP と B イコール CQ が成り立つと。で、これをさらに繋げるとですね、B イコール CQ のここのところに C を BB 代入すると BPQ になるわけですけども、ここでまあ、この記法はまあ、あの、形式的な行列の積の記法ですから、 当然結合法則が成り立ち。え、こういうふうに、えー、BPQ とこういうふうに書けるわけですね。はい。ということで、えっと、これ両辺比較するとですね、B イコール BPQ とこうなるわけですね。はい。B は形式的な規定を並べた行ベクトルで、この B もそうですね。で、これ PQ と。で、B イコール BEN、単位行列と書いても等しいわけですね。B イコール p e n あ、ここに書いてあるんですね。とな,なるので、この両辺を比較すると、この PQ が EN と等しいことがわかります。 なぜ比較して等しいことが言えるかというと、これ B というのはこれ規定を並べた形式的な行ベクトルですので、当然 B インバースというものはあの存在しません。ね、これも書いてある大間違いですね。これ何も分かってないで適当にやっとるっていう話になるんですけども、あの、要するにこれ B が規定であって一時独立なので、それぞれの一時結合が等しいということなので、それをあの言い換えると、この EN と、からこの PQ ですね、PQ の各列ベクトルが 等しいということになるんですね。各列ベクトルは等しい行列ということは、まあ、サイズはもちろん一緒ですから、行列として等しいということになりますので、PQ イコール e n ということになるわけです。はい。ということで、はい。このようにですね、まあ、具体例でとりあえず今確かめましたけれども、P と Q は互いに逆行列になっていますから、これは取りも直さず、P が正則であるということがわかるわけですね。 はい。それではもう一つ例題行ってみましょう。え、ベクトル空間 V の2組の規定 B、B' があるときに、B から B' の変換行列を P、B' から B の変換行列を Q とするとき、PQ が互いに逆行列であることを示せと。まあ、今のはまあ、あくまで例なので、これをきちんと、まあ、証明する必要があるわけですね。はい。ということで、えっと、これを、まあ、ちょっと考えてみてください。 はい。それでは説明していきます。え、B をこういうふうに一応表しておきます。B' をこういうふうに表しておきます。で、この時にですね、えー、っと、まあ、一応きちっと成分で書いてやると、まあ P、P イコール PIG、Q イコール q i j とするとこういうふうに書けるわけですね。これ要するにこの WJ、J、これの J 番目が、えっと、これとこの P の大 J 列。J 列は、えっと、P1J から PNJ、えー、か、NJ ですからこういうやつですね。PJ ですね。 はい。ですから、こういうな形で書けます。同じように VJ イコール、こういう風に逆でね、書けます。ということですね。はい。ということで、こういう風に書けるわけで、この,こ,この VI のところに、ここを VI に置き換えて、で、ここを I を使っちゃいますから、ここを K にして、えぇ、ー、QK、K i の WK と、こういう風に書いてますねで。こうなります。逆か。 えっと、vj イコールだから、vj イコール、こっち wi の方にこの wi を放り込んだという式ですね。はい。ということで、これを、まあ、あのー、シグマ全部まとめて入れてやると、こういう式になりますね。で、この式は何かというと、これ、まあ、i と k の順番を入れ替えただけなんですけども、この入れ替えるっていうことによって、えっと、この i イコール1から、これは何かというと、qp の積ですね。q の ij 成分と p の ki 成分をかけてますから、 あ違いますね。ごめんなさい。p の、p の ki 成分と q の ij 成分をかけてますから、これは pq の kj 成分ですね。pq の kj 成分がこうなりますと。ということなんで、これが、あの、vi、vj と一緒ですね。ということは、pq の kj 成分は、えっと、k イコール j のところだけ残って、それが全部0っていうことになるわけですね。あの、vk の一時結合ですから、こっちはあの、v1 から、 VN のうちの VJ のところだけ1で他は全部0という一置結合で、こっちはこの係数が全部ある,あるわけですから、K イコール1から N まであるわけですから、ちょうど K イコール J のところだけがこう、あの、こっち1に残って他は0になるってことですから、この PQ の KJ 成分が J イコール K の時は1、そうでない時は0になるということは、つまりこれが PQ が単位行列であるということを言ってるわけですね。はい。 ということで PQ は単位行列になりますので、まあ同様にですね、逆を考えれば QP もいいんですので、まあ、まあこれだけ、これだけでほんまにいいわけですけども、PQ は互いに逆行列であるということが分かりました。はい。まあこれは、あの、通常のどんな教科書にも書かれた証明で、形式的な行ベクトルの先ほどのような議論を使うと、もちろんこういうふうに、あの、簡明に書くことができますので、もしちゃんと、と、理屈が分かって上で使うんであれば、このような形で書くと、非常にスッキリと説明になります。 ただ、あくまでもこの B とか B' をこう訳しているのは、逆行列をかけているというわけではないと。逆行列というものは概念はないんですよね。形式的な行列ですから、中小ベクトル、多項式 1xx 以上っていう、これの逆行列なんてもないので、はい。あの、こういう、あの、あくまでも一位独立性から係数が等しいという列ベクトルが等しい。すなわち、行列が、ここにかかっている行列が等しい。ということは、まあ、あの、まあ、形式的に見れば、ま、簡約化できていると。 約分できているという感じになるわけですね。はい。ということで、えー、この、互いに逆行列であり、生息であるということが、まあ、証明できたということですね。はい。まあ、こういう行列でかけることは生成条件。そして、ここはこういうふうにできることが一時独立性ということで、ちゃんと規定の条件を二つともきちっと使って、この変換行列というものの存在と、えっ、ー、と、まあ、一時性はもちろんありますし、生息性というものが、あの、説明できるということになるわけです。 はい。それでは例題3ですね。はい。問題はこの PHK の規定、この B から C、これ辺の変換行列を求めようということですね。はい。これはあの、最初の方にやりました、こう、2つのお、3つの規定の変換行列、変換、規定に関して、えっと、やってや、説明ありますね。はい。それでまあ、ここ、ヒントとしてはですね、この B0 というのをですね、こう、1X として、まあ、ここからこの変換行列、ここからこの変換行列が簡単にできるので、 これからこれの変換行列を、この二つの変換行列を使って求めてね。まあそういうことです。はい。それでちょっと考えてみてください。はい。それでは説明していきましょう。まあさ、先ほどヒント出したように、この B0 イコール 1X を考えて、で、えっと B0 から b への変換行列はすぐこういうふうに出てきますと。で、B0 から C の方もこういうふうに出てきますと。いうことなんで、はい。 まあ、要するにこれ、えっと、B イコール B0P と C イコール B0Q とこういうふうになっていますので、B から C の変換,変換行列をやるためには、この B0 のところを、B0 イコール BP インバースをここへ代入するということによって、C と B の関係が得られるわけですね。はい。まあ、こういうふうになりますので、こうなると。 ということで、求めるものは、こういう計算ができて、まあ、こういうふうにできますと。はい。ということですね。はい。ということで、まあ、規定の変換行列というのは、まあ、なんかこう、えっと、直接やるとめんどくさい場合は、なんかこう、簡単な分かりやすいやつを使えばよろしいと。だから、数ベクトル空間の場合もね、あの、二つの規定行列 PQ があったら、PQ っていうか BC があったら、規定行列があったらですね、ここからここで変換行列は言ったら、まあ、早、はい話。あの、もう、その、インバースで計算すればしまいと。 ということになるわけですね。これは最後ですね。一応、検算は一応しておきましょうということで、えー、検算をすると、こういうふうに、ちゃんと合いますよ、ということですね。はい。まあ、こう 3-x と3、と同じものがありますから、これはちょうどここのところが0-7で割って、これ0-1が出てきてるわけですね。一ですね。はい。それではもう一つ例題4ですね。えー、P を N 字生則行列とすると、P のレスペクトを並べた規定を B とするとき、標準規定 E から B への変換行列は P であることを示せ。 はい。まあ、ちょっとまあ、もうここね、もしよく分かった人は、もうほとんど自明な主張ですね。もう一つは、二つの経変の規定、B1、B2 があるとき、B1、B2 のベクトル、列ベクトルに持つ行列 P1、P2 を用いて、B1 から B2 への変換行列を表せと。まあ、今ほとんど答えを言ってしまいましたけども、はい。例題さんの方でちょっと答えを言ってしまいましたが、もう一度ちょっと自分で考えてみてください。 はいえ。それではやっていきましょう。1番ですけども、標準規定を並べた行列が単位行列ですから、p イコール enp っていうのから、まあ、明らかですね。はい。まあ、これがだから、あの、これが、えっと、基本ベクトルを並べた規定行列ということになりますね。はい。で、2番は B こう、e、b1 が ep1 とこうかけるわけですね。b2 が ep2 とこういうふうにかけるということになりますね。はい。まあ、e が一応規定行列なんだけども、まあ、規定の えっと、標準規定を表す規定、あの、形式的な行ベクトルだと思うとすると、まあ、こういうふうに書けるわけですね。ということなんで、えっと、E は B1P インバースというふうに、ここからね、出てきますので、これをここへ代入してやると、B2 イコール B1P1 インバースの P2 ということで、結合法則よりこういうふうに書けるということで、はい、B1 から B2 への変換行列は P1 インバースの P2 ということになるわけですね。 はい。ということで、これが、まあ、あの、規定の変換行列ということでした。はい。一応例として、こういう具体的な数値で言うと、こういうふうになりますよということで、まあ、ほとんどこの、これをですね、行列だと思って考えると、まあ、なんかほとんど地名の式であると書いてありますけども、えっ、ー、と、こうですね。はい。まあ、こういうふうになりますと。はい。ここのところは、要するに、これが、 これ、ここ行列だと思うと、これとこれのインバース、これでもう単位行列になるわけですね。標準規定 E1E2 を並べた規定行列、規定のシステムになって、これとこれをかけてみますから、これ当然同じものになるわけですね。はい。ということで、まあ具体的に書いてしまうと、割と何でもないことを書いてあるわけです。はい。こういう感じですね。はい。それでは表現行列の解説を始めます。 f を数ベクトル空間 kn から kn への線形写像とします。この時、ある行列 a があって、f イコール ta と書けるという話がありました。はい。ここで a はもちろん m かける n 行列ですね。はい。n 次元数ベクトル空間に書けられるのは m かける n 行列ですから、m かける n 行列を書けるということによって得られるということでした。 はい。この時 A は具体的にどういうものだったかというと、kn の n 個の基本ベクトルですね。e1 から en。これの移り先である m 次元数ベクトルを並べて得られる m×n 行列ということになるわけですね。はい。ベクトル空間の間の線形写像を、この座標写像を通して見るということを考えます。これが表現行列の考え方ですね。どういうことかというと、φ を p に r。 という、まあ、3次以下の多項式、2次以下の多項式のなす3次元のベクトル空間として、まあ、ある規定 B、まあ、1XX 以上とかそういうのでいいんですけれども、まあ、この B を通して見る座標写像を考えたときに、このような連続した写像の合成を考えます。で、このときにですね、えっと、最初の R3 から P2R、これはあの座標写像の逆ですね。つまり ABC という座標に対して、 え、a たす bx たす cx 上。まあ、規定の b が、まあ、仮に 1xx 上 X だったとすると、まあ、こういうふうになるわけですけども。で、これを微分しましょうと。微分して、えー、っと、b たす 2a に、ちゃちゃい、b たす 2cx ですね。なりますと。で、座標をまた取りますと。ということは、はい、え、b の 2c ゼロと。こうなるわけですね。まあ、このように一連の流れを作ったときに、最初と最後で見るとですね、これ、 まあ、R3、K3 から K3、R3 から R3。3次元の数ベクトル空間から3次元の数ベクトル空間への写像ができると。で、これは、この間が、この間の写像が線形写像であればですね、はい、ここも線形、ここも線形ですから、こうつなげるとですね、まあ、ここ今微分ですけども、まあ、なこが線形写像だったときに、線形、線形、線形ということで、こう全部つなげると、これ線形になるわけですね。 で、最初に復習したように、数ベクトル空間から数ベクトル空間への線形写像を必ず、ある行列 A を使って、まあ、A をかけるという写像になっているということでしたから、はい。これに対応する、この、対応する、この合成を F とすると、対応する行列が決まると。はい。F イコール TA となる A が存在しますと。で、この A のことを、まあ、規定 B に関する D の表現行列と。 今の場合はですね、この、えっと、R3 から R3 なのでえ、どっちも同じ規定 B を使って、ファイ同じファイとファイインバースを使ってやってますけども、まあこれがもし違う空間であればですね、V から W という違う空間でこっちの規定 BV とこっちの規定 BW となったときは、まあそれをつなげて、この規定とこの規定に関する表現行列というふうに言います。で、ベクトル空間が2つ同じベクトル空間、1変換のときですね、 ベクトル V、空間 V から V への写像、一時変換の時はですね、あの、えっと、V のこっちの規定はこれを取り、こっちの規定はこれを取りってややこしいことはやりません。はい。まあ、あの、共通の同じある規定 B っていうのを取ってきて、この規定に関して座標を見て、この規定、同じ規定に関して座標を見て、座標の間の写像と見た時に、どういうふうになっているかというふうに考えると。まあ、これは表現行列というものになります。で、今のようにですね、1xx 上で考えると と、例えば、ま、これ、えー、この表現行列何かっていうことを具体的に考えようと思うと、結局、ここの基本ベクトル E1、E2、E3 があって、この E1、E2、E3 がこれで何に移るかと、最終的にこの F によってどういうふうに移るかということを見ればいいわけですから、E1 をこれで、あの、逆、この座標の逆で戻すと、要するに、あの、100ですから1になるわけですね。 で、e2 は戻すと x で e3 は x 以上ということで、それを微分しますから、はい。この d1dxdx 以上というのに移って、で、それをこのまた改めて座標で取った時に得られるベクトルですね。その座標ベクトルをこうして並べたものが、この微分の規定 1xx 以上に関する表現行列ということになるわけですね。はい。じゃあ続きはちょっと次のページで、この例を具体的にもうちょっとやってみましょう。 はい。えっと、F、R3 から R3 を表す行列はこういう風になるんでした。ということで、F を F として、えー、座標シャドウですね。まず、数ベクトル、数ベクトルをその逆に座標に持つようなべ、えー、多項式を考えて、それを微分して、で、それをさらにファイで移すということをやるわけです。で、そうすると、ファイ1が1ファイ2が、は、え、い、ー、X は、e、E2、ファイ X 上は E3 ということで、えー、逆は、ま、先ほどやったような感じになりますので、 結局ですね、FE1 はどうなるかというと、えっと、E1 を戻して1ですね1、1に対応する1を微分して、それの座標、0ですから0の座標は当然、000ということになります。E2 も同様にですね、こういうふうに X を微分して1、1の座標は100。E3 を戻すと X 上で、X 乗を微分して 2X で、2X の座標は020。ということになって、この3つを並べて、このような行列ができますので、これが、 この微分の規定 1xx 以上に関する表現行列ということになるわけですね。はい。ですから、ま、この表現行列っていうのは、要するに微分というものをですね、多項式に対して考えるときに、まあ、それを係数取って、まあ、今の場合、この規定で取ると、係数をこう並べて得られる数ベクトルとして対応で見たら、あの要するにこれを、この行列 A をかけたら得られるということですね。だから、要するに A たす Bx たす Cx 以上っていうのは、 はい。えっと、何に移ったかっていうと、えー、さっきもやりましたが、B たす 2CX に移るわけですけど、座標、あ座標で言うと ABC が B2C0 に移ってるわけですけど、これは何ですか言ったら、000の、えっと、100の0 2 0る a b c ですよと、こう言ってるわけですね。実際かけてみると、これ、はい、B、ABC で B ですよね。で、002で 2C ですよね。で、最後は0ということで、合ってますね。 はい。ということで、あの、これが、ま、表現行列ということです。つまり、まあ、一般の抽象的なベクトル空間、あるいは多項式内での、ベクトル空間内での,の線形写像を、表現行列を使って、行列とベクトルの計算で計算してしまうことはできます。ということですね。はい。まあ、逆にその線形写像の性質を、行列のいろんな、え、性質を使って、開空間とか像の規定とかそういうのを使って、え、線形写像の方に戻すという応用を後でまたやるわけです。 はい。で、ここで注意してほしいのはよくある間違いがですね、表現行列の定義をなんかこう曖昧にちゃんとこうね、あの、理解せずにやってる人に、なまあ、数パーセントこういうふうに書く人はいますね。はい。これはあの、間違わないようにしてください。まあ、明らかにこれはなんか意味わからんと適当にやっているということになります。なんでそうなったかというと、気球座標の数ベクトルをちょっと横に書いちゃったとか、あるいはその、なんか別の要因でしょうね。はい。ちょっとはっきりしたことはわかりませんけども、 まあ、こういう間違いをしてしまう人が、え、時々います。こういうふうにやってしまうと、結局、計算がおかしくなってしまうので、あのー、この行列を、まあ、いや、け、かけるときはね、これ、ABC にこれをかけようとしてしまうので,で、結果としてですね、線形シャドウの像の計算とかおかしくなってしまうということが起こったりします。あるいは、カーネルとか像の規定を求めるとていうときに、まあ、おかしな計算になってしまったりしますので、じゃあ、間違わないように、ちゃんと理解するようにしてください。はい。 ということで、まあ、簡単に言うと、規定の各ベクトルの像の座標を並べたものは表現行列と。まあ、もう、もう、だんだん分かってくるとね。要するに、これは、えー、ここですね。ここを見てもらったら分かるように、D1 というのは、この、えっ、ー、と、1っていうのは規定ですから、規定の移り先の座標を並べただけということですね。はい。なんかいっぱいステップがあったように思いますけれども、えー、まあ、1変換の場合ね。1変換の場合、まあ、1変換でなくてもそうなんですけど、 え、規定の、こう、規定を構成するベクトル、それぞれを移った先の座標を並べて得られるのが表現行列ということになります。ただまあ、そう、そういうふうに覚えるんではなくて、結果的にそうなったというだけなのことで、どうしてそうなるかということをちゃんと自分で確認するようにしてください。はい。それでは表現行列の定義をしていきましょう。ちゃんとした定式化ですね。えー、っと、表現行列の定義としては、一応こちらがまあ、一般的な定義ということになります。 ま、F は、ま、線形写像としてですね。で、まあ、V と W が、ま、一応異なる場合には、この BV と BW という、ま、それぞれ、ベクトル空間 V と W の規定をそれぞれ取ってやると。だから V は M 次元、v えー、W は N 次元ということですね。そうすると、この場合、表現行列 A はどうなるかというと、N、N×M 行列であって、ですね、こっちの方の座標空間が N 次元ですから、行った先が N 次元になって、かけられる方が M 次元ですから、N、N×M 行列ですね。 になって、この AIJ っていう IJ 成分がどうなるかというと、この J 番目、BV という規定の J 番目のベクトル VJ の行き先が、この A の第 J 列ベクトルを座標とする、この行き先ですね。BW に関する座標が AJ であると。第 J ベクトルであると。そういうふうな行列ですね。これが表現行列の定義ということになります。 で、これを、ま、形式的な、いつもやってる、その成分がベクトルである行ベクトルによる略記法を使うと、まあ、この BV っていうのは、こう、えっと、V1 から VM で、BW、W1 から WN という、まあ、これあの、形式的な行ベクトルとしてですね。で、FBV っていうのは、その、各 V1 から VM の行き先を並べた形式的な行ベクトルとしてですね。そうすると、この表現行列 A の定義は、FBV イコール BWA というふうにかけてしまうと。まあ、見かけは非常にシンプルなんですけれども、あの、 えっと、ちゃんと意味がねあの、これを、まあ、これを略記したものだということをちゃんと、えー、理解した上で、まあ、使ってもらえればいいかと思います。えー、m イコール3、m イコール2の場合にちょっともうちょっと書き下してみると、えー、これはつまり m が3ですから、こっちが3次元ですね。v が3次元で、えー、まあ、3次元の3つのベ規定、ベクトルの規定からなる規定ですね。v1、v2、v3 っていうのが規定になるわけですけども、えー、これの行き先がですね、えー、っと、まあ、 3つあるわけですね。で、それぞれの行き先が、この w1、w2 という2つのベクトルの一次結合として、a1、1、a2、1。1列目の数ベクトルが座標であるようなベクトル。次が2列目のベクトルが、数ベクトル、列ベクトルが座標であるようなベクトル。というふうになっていると。まあ、こういうことですね。これが、あの、具体的な、まあ一応 3×2 の場合ちょっと書き下してみた表現行列ということですね。 はい。まあ、このように FV1 を W1W2 の G 結合で書いて、座標を求めて並べる一1列目に置く。2列目のやつを置くと。3列目を置くと。まあ、こういう形でできるわけですね。はい。で、さらにまあ数ベクトル空間の場合にちょっと考えてみると、数ベクトル空間の場合はもともとその、えっと、線形写像自体はですね、この M をかけるというような形で定義できていたわけなので、まあ、F イコール TM とします。つまりもともと、 K, なんか、えっと、M から KN というのはですね、なんかこう、M をかけるというシャドウであったとするときにですね、こちら側の KM の、まあ、規定をまた改めて、こう、規定行列というのを取ってきて、それを P と、こちら側の方も Q と、こう、取っていくるわけですね。そうすると、はいえ、表現行列 A はどういうことになるかというと、この M をかけることによって、M は何にかけるかというと、ここちら側の規定ですから、えっと、P にかけるわけですね。 m ける p の1列目、2列目、3列目っていうのをかけていったものが、こちら側の W 側の規定、W1、えー、W2 っていうか、まあ、この Q, Q の1列目、2列目っていうのを規定とするやつで座標を変えたときにどうなるかということですね。これが、この A が、あの、表現行列ということになります。ということで、まあ、表現行列 A は Q インバースの MP という形になるわけですけども、 ま、これもですね、公式として覚えるんではなくて、まあ、この表現行列の定義に当てはめれば、これ一瞬でこう出てきますから、覚える必要は全くないんで、はい。まあ、これが表現行列の定義が出てくると。で、これで、ま、標準規定に関する TM の表現行列は M になると。えつまりこの標準規定を取った場合はですね、要するにこの P とか Q というのが結局、えっと、TEM とか EM とかにこうなるわけですね。ということなんで、えっと、M の EM イコール、 En の a ということですから、まあ、ないのと一緒なので m イコール a になるということになるわけですね。はい。ですから、まあ、表す行列という言い方を線形写像表す行列と言ってたんですけども、これは実はまあ、あの、標準規定に関する表現行列ということを実はまあ言っていたということになります。それでは、表現行列の例題をやってみましょう。 f を v2 から、v2、vn っていうのは pnk のことですね。え、ng 化の多項式のナスベクトル空間で。で、一応規定としてはですね、ここではもうこの、まあ、標準規定とは言いませんけれども、よく使っているこの 1x...x の n 乗というやつを使うと。だからま、v2 とか v3 の場合は 1xx X 乗とか 1xx X 乗 X、x3 乗ですね。を、規定を使うと。で、fv2 から v3 の表現行列が仮にこういう行列であったとすると。 これよしですね。これ4る3行列ですから、えー、座標空間としては、計算に対して計容を対応させると、数ベクトル空間としてね。はい。ということで、この A によって定ま、えっ、ー、と、A がこの表現行列であるというときに、この F の、はい。多項式2たす 3X-4X 次乗によるイメージはの、の、ごめんなさい。2たす 3X-4X 次乗の F によるイメージ、像は、行き先は何ですかということですね。 はい。では、これをちょっとやってみてください。はい。それではやっていきましょう。はい。まず、えっと、これですね。えー、F というので映るんです。F は線形なので、うん、このようになるというんですね。はい。えっと、これは、F1 の座標が これなので、F1 はこうだと。言ったようですね。はい。Fx の座標がこうなので、Fx は x-x 乗だと。で、Fx 乗の座標が2341ですから、はい。Fx 乗はこうなんだと。言うんですね。はい。ということなんで、これを代入してやれば、こういうのもたまりますと。これ一つの方法ですね。 で、もう一つはですね、この2たす 3x 4x 以の座標は 2,、23-4である。ということで、先にですね、この a とこれをかけちゃうんですね。はい。これ要するにですね、この v2 から v3 に行って、k4 に行くんですけども、こっちは k3 に行くわけで、要するにここのところが、この a という行列で定まる写像になっているわけですね。で、 今、ここが F なんですけども、ここの弦の行き先を、えっと、最初のやつは何で計算したかというと、えっと、F の線形性使って、まあ、こっちでさっき F で、こう、えっと、こういう形で計算しといてですね、で、それのまあ座標が、こういった時の座標が、こういう風になるからということを使って、で、えっと、座標からまたこう戻してですね、V3 の値を計算していると。 行き先を計算してやると。で、こっちの方は何をやってるかというと、まず、ここの弦である、この2たす 3x-4x 上の弦を座標を取って、で、これ a をかけて、こっちに移して、それからこう戻してやると。まあ、こういうことですね。だから、あの、こういうのまあ、加換図式と言うんですけれども、まあ、大数学とかでよくは出てくるんですけども、この可換図式において、こっち行って、まあ、最後また戻して、この行き先を計算するっていうのが、この、こちらの解の方法で、 座標をき求めといて座標の行き先、数ベクトル空間での行き先を計算しといて、また元に、ベクトル空間に戻すというやり方が、これ、別解の方になります。はい。まあ、あの、ど、どちらでもいいんですけども、まあ、その、どちらでも同じことになるということですね。はい。で、えっと、これ計算すると、はい。これ計算するとこういうふうになるんで、はい、も、ま、う、あ、あと一緒ということになりますね。はい。まあ、あの、 簡単なのはこっちの方が簡単だし、これの方が、まあどちらかといえばこの表現行列の本質をちゃんとついていると。まあ使っていると。いうことですね。もちろんこちらで間違いではないこれはあの表現行列の定義を素直に使っていると。はい。あの両方でできるということに気づいたらですね、それが一番あの勉強になるというか、まあ理解につながると思いますので、はい。両方ちょっとわかるようにしてください。はい。ということですね。 はい。あ、ここに書いてますね、ベッ別ヘが表現行列の本質と言えるということになるわけです。はい。それではもう一つ例題をやっていきましょう。次の例題はですね、え、A たす BX という、まあ、一時式をかけるという写像ですね。まあ、これはもちろん線形写像なんですけれども、まあ、二次以下の多項式に A たす BX かけると三次以下になるので、まあ、空間としては V2 から V3 ということになります。 はい。これの、まあ、この規定 1xx 上と 1xx 上、x3 乗に関する表現行列を求めてください。という問題ですね。はい。まあ、このようにですね、定義域と周期が、あまあ、地域と言いますけど、周期が異なる場合は、個別にま規定を取るということですね。はい。まあ、それに対して、同じ空間のときは、共通の規定を取るということですね。はい。それではちょっと考えてみてください。 はい。それではやっていきましょう。はい。えっと、このような、まあ、写像を考えて、えー、計算から計算とか見て、えー、表現行列を考えるわけですね。はい。もうすでに表現行列の計算の仕方が慣れている人はもう、そのままダイレクトにやってもいいんですけども、まあ、一応基本から考えていくと、こういうことでした。で、計算の E1、基本ベクトル E1 の行き先、E2 の行き先、E3 の行き先、ということで、えー ま、ここに見ていくと、それぞれ、ま、えっと、E1 は1で、1は A たす BX に移ると。で、e には X で X、AX たす BX 以上に移ると。いうふうに見ていくと、それぞれの座標がこういうふうに AB00。ま、これ点字書いてますけど、ま、ちょっと場所の都合で、縦に書くと場所が足りないので、こういうふうに書いてますけども、ま、AB00 と、こういうことでいすねはいと、いうことでこれを並べればいいのでこれでおしまいと。 はい。で、一応ですね、これ、あのー、まあ、先ほどもやってるんですね。2, 2 x x 乗と、まあ、例えばこういう弦があったときに、これに a-bx をかける、つまり f で移すと、ど、どうなるかっていうと、こういうふうになるわけですけれども、これが、まあ、この表現行列を使って、こいつの座標に、この表現行列をかけたものが、この行き先の座標になっているということを一応確認しておいてください。はい。それでは、表現行列の例題、最後の例題をやってみたいと思います。 でその他の基本的な表現行列ということで、えー、次の3つですね。はい。VN はさっき、今までと同じように PNK のこととして、えー、V2 から V4 の F。これは X のところに X 以上代入する。から2番目は2回微分ですね。えー、V2 から V2。まあ、実際には V2 より小さい空間になりますけども、2回微分すると。で、3番目は、えー、V3 から V2 ですね。 これは、あの、px 引く p1 っていうのは、x に1を代入すると、これ、あの、0になりますね。px 引く p がね。ですから、分子が x 引く1で割り切れるので、まあ、あの、次数が一つ下がった多項式になりますので、まあ、v3 から v2 ということになります。はい。ということで、この三つの、線形写像の表現行列を求めてください。 はい。それでは解説していきましょう。まず1番ですけれども、1番は 1xx 字乗に x 字を代入すると、それぞれ 1x 字乗 x4 乗になりますから、それぞれ座標は、はい、100000010001ということで、ですね。間違わないで欲しいのは f1 は1であるということですね。1という多項式に、 x イコールのところに x 乗上を代入するとどうなるかというと1ですいいですね x とか x 乗上ではありません x 乗上ではありませんいいですねはいこれあの fx イコール1という多項式はまあグラフで書くとこういう定数1ですから x のところに何を代入してもですねえっとまあ基本的に代入っていうか例えば x のところに2 x を代入するとまあグラフはあのー、えっと2倍するとこうまあ放物線とかだとこうギュッとこう 真ん中にこう、寄るわけですね。はい。あの、要するに2倍した値になりますから、えー、おっき、あの、ぐっと、もう、X 方向1 2分の1縮小になるわけですね。でもこれずっとコンスタント1ですから、あの、何を代入しようとも1なんですね。はい。ということなので、これは間違わないようにしてください。ここだけ間違わなければ大丈夫かと思います。はい。それから2番はですね、2回微分すると、1とか X は0になっちゃうので、X 以上だけが生き残って、 えー、200と2ですからね。ということでこうなります。それからですね、3番に関しては、あ0、1、0の1あ、1のところは0で、X のところは1ですね。で、X 乗のところは X 乗、X く -1 を X-1 で割りますから X、X 足す1と。で、X3 乗に関しては X 乗、X3 く -1 を X-1 で割りますから、X 乗足す X 足す1と。 いうことで座標を並べると、これが表現行列ということになります。